寒山は、バラカ桜族の桜。大島桜を母として生まれた、幸い品種の里桜群の桜で、日本原産の八重桜。学名のシノニムには、寒山と関山の両名で登録されており、別名は関山。また、明治時代には、普玄像の白普玄に対して、寒山か麒麟のどちらかが、紅普玄と呼ばれていた。 江戸時代に大島桜を母として誕生した里桜の一種。寒山は濃い紅色をしているが、これは意外にも花弁が白色の大島桜の特質を継承。一般的な大島桜の花びらは白いが、色素のアントシアニンの影響で稀に花びらがわずかに紅色に染まる個体があり、尻際の低温刺激でも紅色が濃くなることがある。通常の野生状態では、 このように紅色の発露が制御されているが、選抜育種の最中に突然変異が起こって、公職の個体が生まれ、ここから、寒山が誕生したと考えられている。なお、剣六園熊街も、同じ過程で大島桜から誕生したと考えられている。明治時代に入ると、社会の急速な転換により武家屋敷や神社仏閣、街路の多種の栽培品種の桜が伐採されていき、 寒山も消滅の危機にあったが、荒川邸に植樹されたことで名脈を保ち今日に繋がっている。日本下の海有機農場桜見本園にて、樹高は赤木から高木、樹形は枝が真横から徐々に上の方向へ向かっていく坂月城。花は大輪で生育条件が整えば5センチメートルを超え、80咲きで花びらは20枚から50枚。 花弁の色は濃厚色。花と葉が同時に展開し若葉が赤い。東京の花季は4月下旬で散るまで比較的長持ちする。メしべがに本馬化しており花の中心から突き出ている。病害虫や環境変化などに強い強健な桜である。桜漬けは寒山が原料として多く用いられる。日本では 八重べにしだれと並んで八重桜の中では最も一般的な栽培品種であり、干渉性の高い加食で樹勢強犬で育てやすいことから、街路樹や公園の植木などとして植えられていることが多い。また、柿の長さから、染色シの塔の桜が散った場合に備えて、小学校などに植えられていることも多い。その他には、塩漬けの桜にされ桜湯の元となることも多い。 欧米で最も普及している日本原産の桜であり、ソメイヨシノに比べて、寒原地でも生育が良好であること、小型で庭植えしやすいこと、花が大きく花びらの濃い紅色が現地人の美的感覚に合致することで広く育てられている。ドイツのボン市内には1980年代後半に寒山が300本植えられた桜並木があり、開花時には桜祭りが開催され、 欧州の人気観光スポットになっている。欧米現地では、寒山から派生した幸い品種が生まれており、ピンクパーフェクションのほか、アメリカでは寒山の枝代わりで、柿も葉が赤い、ロイヤルバーガンディが生み出されている。ありがとうございます。